吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。本日は町田市は桜祭りが今週来週と続いて行われます。ここは成瀬の弁天橋の会場です。テントが立っておりまして、成瀬の商店街の皆さん、そして高賀坂の商工親和会の皆さんが見えます。向こうは町田市の町内自治会町内会の連合会長さん、あ、どうもこんにちは。今日はこれから1日、今日明日とお祭りが続きます。来週もお祭りの予定です。今から行きます。今から行かせていただきます。はい、どうぞよろしくどうぞお願いいたします。今日はそしてこの先では芹ヶ谷公園、そしてこちらは弁天橋の会場、そしてこの下流はちょうど町田市の処理場の下水処理場のところのクリーンセンターで、このお祭りが行われております。終わります。